いや、やろ。JGR です。シャフトは NS950 ネオ。新しいやつですね。ラバーヤです。いろいろ千葉さんの評判をいいって言ってる方が多いのは目にするんですけど、まあ、ちょっと言ってみたまもなんか、うん、あ自分が思ったところより初速がパンと前行ってる感じはするんですけど、でもそんななんか飛び系っていうような打感でもないですけど、うん、なんかブシュってこう柔らかい、柔らかいと思う。まあでも柔らかいっちゃ柔らかいです。あのいわゆる軟鉄鍛造みたいな感じの打感じゃないんですよ。なんか挟まってる感はあるんですけど、いやなんだろう、もともとドライバーの時にも多分話してるんですけど、 JGR っていう今までのそのシリーズそのものがなんかみんな捕まるよねっていうイメージの方が強いんですけど、そういうこう先入観をちょっと一回ポイッとしとかないとなんかダメだなっていう。右に出ましたもん、ね、別にそんな左行くグラブじゃないなっていう。言うたらいい球、でも球の弾き感みたいなやっぱ爽快だし、好きですよこういうの。キャリー185、7番でトータル193、まあ、多分ランディングはもうちょっとあるんで、ああそんな多分190まではいかないと思うんですけど、そうそう、ランディングはね48度。ああじゃあ十分です。困る。じゃあスピンじゃなくて高さでボールを止めていくっていうふうに考えれば楽。実際ドライバーとかをコースでふわって曲げた時に、やっぱセカンドから180とか200の起こった時に5番アイアンとかユーティリティ持ってるより、それは7番アイアン持ってる方がそれは楽だと思うんですよ。僕は割とあのアイアンも飛んだ方がいいと思ってるので、中にはほらアイアンは飛ばすクラブじゃないんだっていうあのふうにしてクラブの選ぶ人もいるし、でそれはそれでいいと思うんですけど、まあそれは飛ばないより飛んだ方が楽だよねっていうのは。ちょっと薄めに当たっちゃったんですけど、あんな感じで球が前に行くんだったら、あんな当たりすごいで170も行くの。ちなみにこの JGR は何度なんですか、ロフトは。すごい、7番で28。28度って言われるとちょっとそんなに立ってるのってやっぱりちょっと内心思いますけどね。え、普通でしょ。でも実際打ってるボール見てそれがじゃあ立ってるかっていうふうには感じないです。ちゃんとしっかりボール上がりますもん、うん、ね。おお、すげえ球高えな。まあ、ちょっとね今のフェーズ開いたとはいえ、あんな高さじゃ6番で出せるのっていうと、まあやっぱりそういうクラブなんだよねっていう。ちょっと打ってみたくなるよね、うん、横だったらちょっと振ろうかなって気になりますよ。お前200ヤードぐらい。いやだからトップってあんな球なんでちょっと薄かったでしょ今、はい、下目のミスには強いクラブって言い方をしていいのか。でも実際コースとかでちょっとミスるわけですよ。その時にまあそれなりにグリーンに近づいてってくれるっていうのはありそう。なんでキャディー高くしよう。いやいい球すごいよ。いやまあまあ飛んでますね。185キャディースピンも意外と入ってる。
ランディングも 47.8 度あるから。これ見て。中が空洞で、で樹脂。樹脂がもう満パン入ってて、はい、なんかこういうディンプルみたいな。フェースが。複雑でしょ、中空。だからさっき中でこうグニュってなんか潰れるみたいな噛んでるその樹脂が入ってるんですよね。そうだと。JGR の飛び系と、はい、なんかその操作性のあるやつがあったんですけど、はい、それだけになっちゃったんだよね。この高さだったら。シャフトはどうですか、ちなみに。NS950 ネオ、ネオ結構ね、NS950、まあ、下する機会が多いんで、あれはやっぱりよくできたシャフトだなと思います。それと比べてどうですか。それと比べるとこっちの方がちょっとこう少し動く、弾くっていう感じでも、なんかこう嫌な感じはしないです。むしろこのまんま使おうかなって思っちゃうぐらいです。このシャフト嫌いじゃないです。950が苦手な人もネオは結構で、ね、追随性が高くて、大体あのほらトッププロたちがダイナミックゴールドとかバンバン使ってるわけじゃないですか。950でいいかなって正直思っちゃう部分もあるので、ちょっと手元柔らかめだから俺でも打てるよ。タイミングは取りやすいですよ、うん、打ちやすいです。合成分的にはそんなに柔らかくないんですけど、手元がしなり感がある。しなり感がありますね。当たり損ねた時ちゃんと前行ってくれるのは楽ちん。まずそれだけ打ってるのは、はい、これだけです。まだ9とか打ってる。9打ってみましょうか。はい、7だと200いくっていうね。7今いくつまで行きました。え、200まではいかない、はい、99キャリーで175とか180いかない。キャリーだいたい170から185の間、キャリー9番アイアンです。7番で180キャリーだとして、はい、9番だとどのくらいで打ってほしいですか。どのくらい飛んでほしいですか。50から160いかないぐらい。おお、だって180もし7でいっちゃうならそういうことでしょ。実際僕が自分のクラブで9番アイアンで打つ140から145ぐらいの間かな。ちょっと振ったりすれば150いくけど、まあ無理はしないと40から145ぐらいで打っていい。高っ、消えちゃったよ。キャリー153ランディング53って2度、まあ、もう高さで止める、ね、上からドーンだ。だってさ、キャリー153でトータル156ですから、まあほぼドンドンダウンドンって、すごいね。すごい。入射が 4.7 っていうのはまあそんなもんですか。9番アイアンショートアイアンだと、まあ、ショートアイアンっていうくくりで言えば3度4度5度ぐらいは問題ない、普通だと思いますけど、ロフトに対してはどうなのっていうのは。なるほど、はい、これダイナミックロフト、実際インパクトの時何本になっています。ダイナミックロフト29。どこですか。そうです、これか、はい、29とこう。ロフトがそもそも38度、まあだいたいそのもともとのロフトより、まあ、マイナス7度、8度、うん、と潰す人でマイナス10度ぐらいになるので、まあまあ適正、そのクラブのロフトに対しては。で、長さがね、9番の長さなんで、いや、でも、飛び系だとちょっと払った方がいいとか、そういうのはありますか。ちょっと試してみましょうか。うん、ちょっと浅く入れてみましょうか。アタックアングル減りました。減りました、マイナス 2.3、はい、でもキャリー146まで行くんですもんね。
こっちの方がなんか素直な感じ。あの実際今打った感触も、あ、こっちが芯なのかなっていう、さっきまでちょっと上からガツンガツンっていきすぎてるのかなっていう。じゃあ相当低重心。いやでもなんかほらアイアンって地面の上から打つからそんなに進化しないとはずっとね言われてることが多いですけど、すごいね正直すごいね。これ140ヤード以下はみんなどうやって打ち上げればいいんだろうね。まあ、ピッチング打ちありますもんね。もちろんいやー、いい球ですね。じゃカーボンも打ってみましょうか。はい。あれこれあのスライスとかフックとかやるやつ、はい、とりあえずいいやつ、とりあえずカーボン。7番なんかいつもピントが合わない。ピント合わせましょう、いつも合ってないからちょっと。あ、来た、はい、うん、7番アイアンです。今度はカーボンシャフトに。軽い。しかもなんかシャフトがブニョブニョしてる。ある。あるあるです。ポップね。やっぱカーボンの上がりますね。幅は高くなる。うん。高さが欲しい人はやっぱりランディング50カーボンもありなのかなっていう気がしますね。ゆっくり振ります。ゆっくり振りましょうか。あ、でもまた上がるね。なんか微妙にダフりながらですけど、うん、161ランディングがやったから。いやでもそんなに飛ぶの。キャリー100。いや、いい球。飛ばない人でも7番で105、60打てて、うん、キャリー177.8 のクラブスピードってドライバーで言うと速い。もうちょい落としましょうか。落としましょうか。ドライバーで220ぐらい、210とか20ぐらい。もっと落としましょうか。190ぐらい。そうね。そうするともうアイアンのスピードは相当遅いですよ。相当遅いくても上がるから。うん、いいね。クラブスピード35。もっと遅くした方がいいですかね。距離はね、160キャリ。もう120-30とか130ぐらいで打てる。 OK です。それで上がるかっていう。まあ飛んでる気がする。クラブスピード 30.6、 キャリー 137.8、 いい、ね、トータル151。そういうのが飛び系アイアンを使ってライナーで上がりきらない人がね、まあまあいらっしゃるんですよ。はい、デッドスピードが、まあ、ちょっと遅め、遅い人は決して速くない人が打っても左打ち出しが高く上がってくれるので。それはそうですよね、5番アイアンのロフトだから。だからグリーンをこうちゃんと狙っていけるっていう意味においてはこういうのありですね。うん、高さがだから出てもらっていい。あ、いいですね。キャリー140。やっぱりちゃんとグリーン直接狙えるっていうのがバイヤー使うのの一番のメリットだと思うので。いやいや、よくできてると思いますよ、このバイヤー。ランディングも 43.4。 顔もいいしね。トントンで止まります。顔ね、なんか、うん、BS のでも歴代 BS で必ずちょっとフェースの長さが長めのってありませんでした？ VIQ 工事とか、なんかそういうのの流れを感じる。ちょっと長めだけど、でも構えやすい、いい顔してますよ。全然やぼったくない。よくこういうのって後ろのここが見えちゃうとかもありますけど、そういうのも全然見えないし、なんかスッと構えられて、うん、
ちょっと緩めすぎ。緩んで。変わったね、時代が。なんかすごいね、こういうのを上手にもっと使えばいいのにって思っちゃう。OK にしますか。そうですね。うん。よかった。